こんにちは。ゆっくりマリサです。こんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサさ、なんでスピットファイヤー出てくるわけ？感謝のお話でしょ？うん、今日は英国国鉄の QF を題にお話しするんだが、QF とスピットファイヤーってなんか似ていると思ったからだぜ。蒸気機関車は空は飛ばないよ。まあまあ、絡むなよ。QF は英国最大にして最強の貨物用機関車だ。総じて欠点が少なく、名機の一つなんだけど、面白い事実もあるんで、登場から順に説明したいぜ。例によって難しいことなしよ。それでは、ゆっくりしていってね。1、QF 誕生の時代背景。2、QF のスペックと用いられ方。3、燃焼効率改善のさらなる追求。4、神秘的な機能部品。5、QF が残したもの。これサザン鉄道のバトルオブブリテンクラスのパシフィック34081。戦時型だよ。バトルオブブリテンって、連合国がナチスドイツとやった空中戦よね。戦時設計で軽量に作られているから空戦しやすい。本当だ。この機関車、その格好からスパムと呼ばれたんだよ。サザン鉄道は大陸に近い場所を運行していたから特に輸送力の増強を求められていたんだよ。この緑の部分がサザン鉄道ね。ロンドンや軍港のあるポーツマスも含んでいるんだね。サザン鉄道はさらに Q1 と呼ばれる戦時系の C 型テンダーも登場させた。うわ、前輪も従輪もないんだね。これらのサザン鉄道の風変わりだけど高性能な戦時設計の機関車は別に譲るとして、さて、LMS だ。LMS は当時世界最大の鉄道会社よね。ロンドンからスコットランドまでの真ん中の運用よね。この青い部分だよ。これらの重要都市の多くを受け持つ LMS は主力貨物機ブラック5をベースに 8F が登場。陸軍省に多くが納入され、さらにより安価な形式の某デパートメントオーステリティが900両以上製造された。何よそれ。陸軍省緊縮財政型とでも訳すのかな。枢軸国との戦争に勝利した連合国側の英国は1948年、ビッグ4の鉄道会社を国営化し、ブリティッシュレイルウェイズが誕生した。戦後は貨物用機関車が余るわけね。労働党政権の運輸委員会と国鉄の間で議論となったのは、鉄道に関して主にこの3つだった。発すべき戦時型の機関車は1000両以上だったんだって。3点目の無煙化については、国鉄の考えと運輸委員会は長く大きく割れた。なんで国鉄は DL 化をすっ飛ばして電化を望んだんだろうね。うん、ここは闇だな。おそらく労働問題が関係しているんだろうな。人員削減が必須となるから。この議論に勝った国鉄は電化までの暫定的な動力車として新たに超重量級の新型機関車を計画した。それが QF だ。そうね。蒸気機関車は製造コストは DL より圧倒的に安かったからね。QF に与えられた要件は、914トンを時速56キロで牽引。最高率の燃料消費。軸重を減らし活躍する線路を増やす。小回りの利く車体。機関士たちの時間労働時間に合わせた最も効率の良い長距離輸送が必要だったんだ。動輪5つの1位なのね。真ん中の動輪をフランジレスにして小回りを確保するようにした。英国最大の機関車だけど、全長は D52 より短いんだぜ。D52 の方が1メートルぐらい長いね。重量は QF の方が D52 より5トンぐらい重いけど動輪が1つ多いから軸重は1トンぐらい QF が軽いんだ。D52 と QF はほぼ互角なんじゃないのかな？うん、そだな。くしくも製造台数も似ていて D52 が285両で、QF は251両なんだ。1954年の登場から電化までのつなぎとしての役目を果たし、1960年まで7年間英国の艦船で用いられた。軸重も D52 より軽いからより使いやすかったかもね。QF は F が示すように貨物用機関車だけど、客車牽引の運用もあった。ただ、SG を備えていないので、冬は外された。中央線の EF15 みたいに暖房車は使わないんだ。煙突は初期は1本煙突だったが、その後2本煙突となって、排気効率アップと外観迫力を増した。英国ではスペースシップと呼ばれたんだぜ。それだけでかさにインパクトあったんだ。キーする煙突も装着したがメリットがないとして外された。そして QF の最大の異端の試みが行われた。異端とは穏やかじゃないね。それがこのクロスティボイラー仕様だ。1955年の QF の重量がこのボイラーを採用。なんか、カネオくんみたいな顔ねー。煙室からの高温の燃焼ガスでボイラーへの給水を熱する仕組み。D52 の給水温め機はシリンダーの排気熱利用だから、熱量が違うぜ。なるほどね。これはイタリア国鉄の741の例だけど、ここに煙突があるんだな。機関士さんたち煙突近くて煙に巻かれそうね。
QF の場合、機関助手席側に煙突があって、この塩害とパイプ類の腐食の進行が早くて早々に外されたんだよ。それと低カロリーの石炭を多く炊く必要がある船区向けに、自動給炭機を備えたものが一部あるぜ。イギリスの最新機関車だから機能だけでなく、おしゃれもしっかりしているのかな？そうなんだ。QF 通り過ぎたら説明するぜ。シリンダーと弁装置の絵だけど、通常のワルシャーと弁装置が角度をつけて取り付く。なんで角度がつくの？ QF の疑問点の一つで、明快な説明は探せていない。ただ、わかるように動輪径が 1.524 メートルと小さいためだとは思うが、知っている視聴者様お知らせくださいね。二つ目の疑問点はこの銅色に輝く機関助手席側のパイプ類とバルブ類だ。うん、綺麗ね。スパゲッティみたいだわ。ツイッターの優しいお兄さんたちは、空気ブレーキですよ。釜に給水するためのインジェクターですよと教えてくれて混乱したんだよ。テンダーから来るホースがバルブに繋がっていて、下向きに2本のドレインパイプがあるよね。じゃあ、なんで銅のパイプを使っているんだろうと。鉄のパイプでいいじゃんって思って、英国のマニアに質問したんだよ。同じ疑問を持つ英国のファンもいてな、得られた回答は。模型屋さんのその他の BR の部品のページを見よ、だった。イギリスは鉄道模型を楽しむ人すごく多いからね。推測通り給水バルブとインジェクターとそれらの配管だった。銅パイプの理由も、銅が腐食に圧倒的に強いことと、曲線の多い配管には曲げの部分のクラックが入らない点で蒸気には多く使われていることを知ったんだよ。QF は欠点のない優等生だった。旅客列車牽引で高速時の線路へのダメージがちょっと大きいぐらいだな。作られて数年で前期用途停止や廃車になったのはもったいないね。1960年に英国最後の新生蒸気として9220がスウィンドンの工場を出たんだ。デフにイブニングスターのエンブレムがあるね。QF はこれまでの英国蒸気機関車設計、製造の集大成であったわけで、そのアプローチに誤りがなかったことを証明したわけだな。その技術が絶えることなく今につながって、A1 トルネードの新規製造になったんだね。これからも多くの機関車が胴体での復活を予定されているし、全く新しい蒸気の誕生もあるんだよ。羨ましいわね。でも今日は日本の D52 が英国最強蒸気と同等だったって知ってちょっと嬉しかったわ。QF は胴体で多くが保存されているけど、D52 は本線走れないからそれが残念だよな。今日もご視聴いただきありがとうございます。これからも蒸気の楽しみを取り上げていきます。視聴者皆様のご支援が頼りです。チャンネル登録もぜひともお願いいたします。